しぐさみたいになってきてるんで、胸がバキバキに決まった。すごいリバインドが来るんですよ。圧がすごい。これ真に言ったら怒られるかなとか思ったこと一回もなくてない。今回は旬ダイアリーのメンバーが集まって今の旬ダイアリーに対する不満を旬にぶつける回になっています。この動画を通してベンチャー企業をやったりスタートアップに興味のある人がその会社で働くことのメリットとデメリットについて考えるきっかけになったら嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんの自己紹介簡単に、ね、バラマツです。旬ダイアリーでは主にキャスティングと企画だったり当日の撮影をやっています。中島と申します。僕は今旬ダイアリーで TikTok の運営だったり田畑大学の YouTube チャンネルだったり江川浩介チャンネルの YouTube を運営したりしております。平田と申します。旬ダイアリーでは主に企画立案を担当しています。菅原と言います。企画だったり撮影の補助をしています。ちなみに僕らの体制としては大きくビジネスサイドと制作サイドがいて、編集者さんは今10人ぐらいいらっしゃるんですね。企画とかはビジネスサイドで考えてっていう体制になってるんですよね。しゅんさんへの不満ということで、まず一つ目は物忘れが激しすぎる。それはまあね、そうね。一日密着の撮影の時とかは、うん、カメラの充電器とかっていうのをすぐなくしちゃったりするんですよ。それをなくしてるにもかかわらず、それ当たり前かのようなこの環境があるんですよ。めっちゃ落ち着いてるよね。僕たちが探しに行くっていう。もう一個やばいなと思ったのが、この前カメラとか三脚とかが入ってるバッグの中にしゅんのパンツが入ってた。懐かしい。入ってた。会社として時間感覚がバグってるってことで言うと、僕がインターンの応募をして面談を受けるってなった時に夜の12時に面談を受けた。やりすぎってマジで禁物だなと思ってて、たまにシュンさん、クマやばい動画ないですか？あ、見てるなって分かる。実際見てたら分からないんですけど、うん、編集とかの時にシュンさんの顔チェックしたらなんか足りないなって思って。キャスティングに関する話なんですけど、当日のキャスティングをお願いされたりとか、どうにかしてちょっと体制を整えたいなって。ほんとそうね。まだちょっと整ってない部分も含めてこれから改善ができるところがいっぱいあるっていうポジティブなね捉え方ができるかなって思います。TikTok なんですけど、今多分 1.85 万人とかいると思うんですけど、毎日のように今日はどのぐらいフォロワー数が伸びたねとか、すごいリバインドが来るんですよ。圧がすごくてだからこそ数字を意識して仕事ができるっていうのもそうなんですけど、しゅんさんの勢いでこれは平田さんにぜひお願いしたいとか期待してるって言われたら頑張るかみたいな。朝7時からの企画会議とかっていうのもたまにあるんですけど、みんなしゅんさんみたいになってきてるんで胸がバキバキに決まった。マジでそうだよね。社長に近いのが魅力なんですけど、それが故にこのベンチャーマインドが奥の部分まで染みついちゃうので、スケジュールがバグってても何も思わなくなっちゃう。デフォルトってできないことからスタートするじゃん。だから、うん、できるようになるためにはある程度無理しなきゃいけないフェーズがあったりとか、人がやってないことをやるためにはやっぱ他の人と一緒なことやっててもダメだからっていうので、自然と気がついたら目が決まってるっていう。なんとかする力は身についた気はしますよね。何もしなかったら何も出てこないんですけど、掘ったらもういくらでも出てくるんで、労働時間とか仕事量はもう行こうと思えばどこまでもいけるっていうのがあります。旬にこういう仕事をやってみたいなこうスケジュール管理されることは一切ないよね。頼まれることはあるけど、基本的には自分で考えて動くことが多いっていうのは魅力かなと。サボろうと思えばいくらでも正直サボれるけど、だって管理体制が激ゆるだから。確かに。けどみんな一応この会社良くしたいなっていう気持ちでいろいろ課題とか見つけて動いたら朝7時からの会議になってる。そう、自分の担当部署に対しての先輩が誰もいないから自分でやっていくしかないよねっていう、そういう意識に働くから主体性が強制的に身につくっていう感じです。仕事好きな人はこういうところ向いてると思います、うん、そうじゃなくて緩くいきたいなっていう人はこういうところじゃないと思う。頑張れてる理由で言うと、就活系の YouTube っていうこともあって、いろんなキャラのスペシャリストの方に出会えるので、自分の人生の価値観、新しい気づきを与えてくれるっていう意味ですごい価値はあるなっていうふうには思います。プラスしゅんさんっていう行動力がバカな人といるので、高いレベルの行動力を持てるっていうところでは、旬ダイアリーにいる価値すごいあるなと思います。あとはちょっと違和感を覚えたことに対して改善したいと思ったら、やらせてもらえる環境が旬ダイアリーにはあるなと思ってて、企画でこういうのやったらもっと就活生に響くだろうと思ったら、企画を作るところから当日撮影して編集を見るところまで全部やらせてもらえるって、整ってる企業だったら絶対できないから、それは本当にありがたいなと思うし、自分も
も組織を作る側、会社を作る側なんだっていう責任は生まれる。私は一番でかいのは諦める癖が結構早いっていうのが直したいなと思ってて、しゅんさんとかって6月までに絶対10万人とか、もっとそれ以上も世界で働ける会社作りたいっていうのをずっと本気で言い続けてるじゃないですか。信じる力とかがすごくある人と一緒に働けるっていうのが今この環境の一番の魅力だなと思って続けてます。自分が就活をしてて、ここでの経験が参考になったなって思うのは、社長の考え方に共感できるかっていうのめっちゃ大事だなって一個思ったのはあります。シュンが何のためにこの会社を作って、どういうところに向かいたいのかっていうのをずっと言ってるから、そこに違和感があったらどんな業務も頑張れないなって思ったから、共感できるのは大事だなっていうの気づきが一個あったのと、社長とか上の立場の人たちと話しやすいかっていうのめっちゃ大事で、今まで働いてきてこれシュンに言ったら怒られるかなとか、今のようにしようかなって思ったこと一回もなくて。ない。なるほどね。でもアットホームな会社ですとか言ってる会社大体ブラック企業だから俺たちじゃんって。トライ用だよね。トライ用だよね。マッチングだね。ベンチャーで働くならここが大事かなって思ったポイントとしては、いくらでも手を抜こうと思えば抜ける環境じゃないですか。けどその中でしゅんさんがいろんな大人とかと会ってずっと事業計画のこと考えてるのを見てたら、同じ資産の高さとかそこに合わせていけるかなっていうのを、自分から積極的に動きに行くことってめちゃくちゃ大事だなって思って、そのマインドは社会人になってからも忘れないようにしたいなと思いました。ベンチャー企業に就職考えてる人は、社長がいいか悪いか人間としてっていうのはそれ一択だなって思って、社長との距離が大手と違ってめちゃくちゃ近いんですよね。だからこそその人が自分と合ってるかっていうのはすごい大事で、社員に対して思いやり持った人なのかっていうところは絶対見るべきだと思います。確かに、僕らとしては世界戦える会社作りたいって思ってるから、どうしてもやらなきゃいけないこととか今の成長スピードじゃ間に合わない、やばいって常になってるんですよね。だから必然的にバタバタっていうのがありますね。だから企業選びとかもそうだと思う。どこを目指してるかみたいなのは一定大事かもしれないですね。もう一つベンチャーで働く魅力かなって一個思ったのが、自分で動画の分析とかしてみたり企画とか立てたら、それがすごいスピード感で実現されていくじゃないですか、そこのスピード感を楽しめる人には本当にうってつけの環境かなと思います。確かに企画思いついて動画が出されるまでに1ヶ月かからない。最近テレビ局で働いてた方から企画の作り方とか、どうやったら面白さをくれるかみたいな考え方を伝授していただいたり、自分たちが何のために旬ダイアリーにいてみたいなところのコーチングとかをしてもらってるのは結構大きいですね。やっぱ編集者さん本当にありがとうございますっていう感じですね。いや本当にもう頭が上がらないですね。とんでもない量だからね、今携帯として業務委託であったりとか社外の人とかであったりするけど、ちょっとずつ味方が増えていく感覚はめちゃくちゃ楽しいよね。よりそれが分かりやすいよね、ちっちゃい規模の会社だったら。今僕たちとしては自分もなんかやってみようかなって思ってもらえるようなコンテンツ作りとかメディア作りをしたいと思ってるんですよね。でそれによって主体的に楽しく働ける人を社会に増やしたいなと思ってます。やっぱ一緒に働いてる人が楽しくないと自分たちのビジョンとかミッションも達成できないと思うので、今日いただいた不満を回収して改善に努めていきたいなと思ってます。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。